久人くん、ルクセンブルク皇太子と夕食会をした時に通訳なし1時間半と、まあ、そんな記事が上がってまして、エミアご一家は来日しているルクセンブルクの皇太子を招き夕食を共にされたと。10日午前7時頃秋篠宮ご一家お住まいでルクセンブルクのギヨーム皇太子を出迎えられたと。高校3年生の久人くんも佳子さんと共に握手を交わし、夕食会で通訳を交えず1時間半にわたり懇談されたという。通訳を交えずとか書いてあるんですよ。ちょっと怪しい。本当ですか？ルクセンブルクのインスタグラムに秋篠宮皇太子って書いてましたよね。まあそれでコメント欄が燃えてましたけども、やっぱりこれは宮内庁が悪いですよね。英訳をクラウンプリンスにしちゃうもんですから、日本語に変換するとそうなるんでしょうね。講師なのにね。この誤訳が招いてる悲劇だったのかなと思いますけども。で、新しい記事出てまして、その裏事情に関して久人くん欧州王族と通訳なしって女性セブンで出てるんですね。また女性セブンですよ。天皇陛下や皇族方が国際親善の場で担われる役割はすこぶる大きいと。鍵を握るのは人間性まで伝えることのできる堪能な語学力、来るべき日に向けて久人様は着々と力を蓄えられていると書いてあるんですね。ちょっと大げさじゃないですか。力蓄えられてる姿全然見せないですよね。本当に力蓄えてるんですか。ヨーロッパの小国ルクセンブルクは人口わずか65万人ほどながら、一人当たり GDP の高さが世界屈指の裕福な国であると。同国のギヨーム皇太子が来日し、6月10日秋篠宮邸で開かれた夕食会に参加しましたと。秋篠宮さんはオックスフォード大学大学院に留学中の89年に休暇を利用してルクセンブルクを訪問されたことがありまして、ギヨーム皇太子と面識があったそうですと。留学中に行ってるんですね。まあ飽きたからでしょ。夕食会では和食を楽しみながら、本当に夕食があったんですか、当時の思い出話で話を咲かせられたと言いますと。しかしながら内部が公開されなかったんですよね。なぜ公開されないんだ。公開してほしいもんだなと思います。ぜひとも秋篠宮の素敵な素敵なお姿を見せてほしいと思いますけどね。皮肉ですが盛り上がらなかったんじゃないですか。その夜ギヨーム皇太子を出迎えたのは秋篠宮ご夫妻と佳子さん、そして悠仁さまだったと。平日だったために悠仁くんは学校から帰宅後、秋篠宮ご夫妻に誘われて参加を決められましたと。これまで悠仁くんは学業優先で公務や行事での参加は長期休みなどに限定されていましたと。この春に高校3年生になって受験生ですが、皇族の一人として悠仁くんに海外の賓客のいる場を経験させたいというご夫妻のお考えがあったんでしょうと。で、今後も外国からの要人との席に悠仁くんが同席されることが増えていくと思いますと。増えていくんですか？マジですか？敏宮殿下に出ていただくのがいいんじゃないのかなと思いますし、悠仁くんは一応受験生じゃないですか。なんで受験生やってるんですかっていうとこなんですけど、おとなしく学習院に進んでいれば受験生になる言葉なんて使わなくてもよかったのに、東大に生かしたいという紀子さんの願望がありますからね。そんだけ忙しいですから出る暇なんてあるんですか。普通はないですけどね。勉強してるんですか本当に。一般入試行ってくださいよ。推薦でしか行けないんでしょうけどね。約90分の夕食会は和やかな雰囲気で通訳を一切介さずに行われたと。会見などの公式行事と異なって夕食会はプライベートな場ですと。通訳が入るとどうしてもよそよそしくなって人となりも伝わりにくくなってしまうと。語学が堪能な職員が近くに控えていることがほとんどですけど、助け舟を出すようなことはまずないそうですと。ご留学経験のあるエイミア様と佳子様に加え、紀子様も幼少期を海外で暮らされただけに英語でコミュニケーションを取ることにハードルはなかったんだろうと。ご留学経験って遊びに行っただけでしょう。紀子様も英語力は大したことないって言われてるんですよ、どっかの週刊誌で。で、通訳なしは事前発表されたと。なんとバラされてるんですね。事前発表されてるんですよ。これを書いてくれというアピールですよね。またやってきてるやんの。バレちゃいましたね。工作してるバレたら一番恥ずかしいわけです。一方、久人くんの英語力についてはこれまでほとんど伝わってる機会はなかったと。ないからでしょ英語力。久人くんが英語が全くできないというんであれば相手方も戸惑うでしょうと。そりゃそうですよね。しかしながら久人くんの教育方法としては NHK の放送で副音声聞かせてたと。弱いんですよ。そんなんで英語できないですよ。あー、びっくりしますね。英語教育を知らないというか、英語喋れない人がやりそうな教育だなって思うんですね。
どこの受け売りですかみたいな教育をされてるんですよ。NHK の副音声で英語喋れるようになったら、誰でも普段からラジオでもテレビでも横に置いて聞いときますよ。宮内庁が公開した写真には、英宮邸でギヨーム皇太子と笑顔で言葉を交わしながら握手をされる悠仁くんの姿が映っていたと。通訳なしでよほど会話が盛り上がったんだろうと。今年4月に開設された宮内庁のインスタグラムに、5月に天皇ご一家が御料牧場で静養された際の写真が投稿されましたと。当初は両陛下の公的な活動が投稿の中心とされていたが、静養という私的な活動にまで対象が広がった格好であると。それでもですね、6月18日現在、英宮が単独で写った写真などは投稿されていないと。それは無理ですよタイミング逃してですね、まだ盛り上げてない時期だったらこそっと入れるかもしれませんけども、幸いながら宮内庁インスタグラムにものすごく盛り上がってらっしゃいます。フォロワー数なんて百何十万人もいらっしゃるんですから、スキル隙はですねないですよ。しれっと英雄会で入れてましたけども、アクション名がちょっとでも出たらいいね、つけないとか、そういう人も結構 X 上ではいらっしゃってね出ない方がいいんですよ絶対に。それだけ英宮の立場ないんですよ。英宮ご夫妻は今後より一層情報発信を強化していきたいというお考えのようですと。秋篠宮さんは何がしたかったのかな、リーダーシップの自分が乗れてない一番かっこ悪いですよ。悠仁くんが通訳なしで喋る夕食会のご様子を見たかったなと、別アカウントでそう思いますけどね。テレ朝のアカウントでもいいと思います。なぜ夕食会のご様子を公開されなかったのか疑問ですね。それで通訳を介さずにって嘘じゃないですか。事前に発表されてたわけですよおかしいですよね。どこの時点の事前かわからないですけどね。夕食会前の事前だったらかなり面白いですけど、さすがに夕食会の後なんですかね。どうなんでしょう。眞子さんと小室圭さんの結婚以来、秋篠宮家には逆風もあったと。そんな現状を打破したいというお気持ちを紀子さんは抱かれているのかもしれませんと。夕食会の通訳なしは宮内庁から担当記者に事前に周知されていましたと。この事前が気になりますね。どこの時点での事前か。場合によって遅いになるんですよね夕食会前に共有されたら事前すぎるでしょ。未来を語ってるじゃないですか、通訳なしって。夕食会後かもしれませんけども、わざわざ伝えるのは紀子さんのご意向を受けてのことだったというのは容易に想像できます。工作がバレてる瞬間ですよね。これは恥ずかしいですね。息子さんの英語力はすごいですよ、通訳を介せずにやってるんですよ。それを国民にまざまざとアピールしてくる。しかしながらそのアピールは聞いてないですね。コメント欄では炎上してますね。綺麗に炎上路線を踏みますよねなんで荒れるようなことを言うのかね。義務教育から英語の授業はあるものの、日本人の多くが抱える英語アレルギーは根深いと。英語は難しいですよ。英語できる人はすごいですよね。それだけに欧州の王族と何不自由なくコミュニケーションを取られる英宮家の英語力に注目が集まったことには紀子さんも安堵されただろうと。幼少から紀子さんは悠仁くんが NHK の番組を見る際、英語の副音声を聞くことを勧められてたと言いますと。敏宮殿下、一流の教師を呼ばれたり合宿に行かれたり努力をされてるんですね。そして皇后陛下も、天皇陛下もマルチリンガルですから、ご家庭でもご教育が盛んに行われてたでしょうし、お話し相手もされてたんでしょうし、そう考えますと秋篠宮家の教育と天皇家の教育と全然レベルが違うんですね。比べるのもおこがましいですけれども、だから悠仁くんは英語力身についてないと思うんですよ。通訳なしでハローとか自己紹介ぐらいだったら誰でも喋れますから、そんぐらいでも通訳なしとも言えてしまうんですよね。でどんぐらいのレベルだったのか知りたいですよ、だからぜひとも音声ありの動画でインスタグラムの別アカウントで、本アカウントはまあ汚しますから載せないでくださいね。秋篠宮家専用のアカウント作られて、いいねとコメント数を公開されて、音声付きの動画を出してみなさいよと思うわけですね。ダイナミックなラリーとか見せたらいいじゃないですか。スマッシュとかどういう風にスマッシュしてるんやと。もう引退したのかな。皇族に求められる英語力はテストで高得点を取るためのものではありませんと期待とか取れないですよ。スムーズな交流を通して自身や日本について理解を深めてもらうためのものなんです。紀子さんが悠仁さんに授けられた上達法はリスニングやスピーキングといった
何を言ってんすか。実践的な英語力を身につけるために最適な方法だったんでしょう。その最適な方法が、キコさんは悠人くんが NHK の番組を見る際に英語の副音声を聞くことを勧められたと言います。まず NHK 見てるんですね。絶対隠れてフジテレビ見てますから。リスニングやスピーキングといった実践的な英語力を身につけるために、リスニングはつくんでしょうけど、スピーキングつきますかね。ガチで単語帳勉強してさ、英会話やってさ、そういう実践ですよね。それが身につくと思うんですけど、要所読むとかさ、はい。いや、いろいろあるじゃないですか。なんか受け身なんですよね。聞くだけじゃつかないと思いますけどね。お茶の水女子大学付属中に通われていた頃、悠人くんは英語だけで生活する一泊二日の合宿研修に参加されたと言葉だったと。大げさなんですよね。たった一泊二日でつかないですから。筑波大学附属高校進学後は高校受験の狭き門をくぐり抜けてきた同級生たちの学力の高さに面食らった部分もあったようですが、現在は遜色ないレベルにあると言います。本当かな、嘘じゃないですか。英語の家庭教師がついていたこともあったと聞いていますと。その努力が冒頭の夕食会の場で花開いたのであった。花開いたように、担当記者に事前に周知されてたんでしょ。だからメディアが通訳なしです、通訳なしですって言ってたんでしょうね。ああ、これバレたら恥ずかしいですね。以上ですね。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。バイバイ、さよなら、じゃあねー。